福くんさん、明日はシルブプレジデント収録当日です。僕がやるのか。今ね、練習をしようと思って流させていただいてたんですよ、スカピさんの動画をね。はい、今顔死んでましたけど大丈夫ですか？すごかったです。死んでないよ。明日俺がこれをやるのか、もう逃げたい、そういう顔をしていました。逃げられないんだなって捨てないよ。ちょっと風呂上がりで、ん、何で、うん、そうだよ、うん、そうだよ、うんうんうん、マップしてて顔にその姿を堂々と堂々とできるんじゃないですか。で、OK ふんふんふんって言ってさ、うん、シルブプレジデント流してくれって俺に威圧的にってやったよね、さっき。ケオくんじは恐怖感を煽るようなさ、ケオくんじは、うん、はい、なんで恐怖感を煽るようなさ。いや、恐怖感なんてありません。楽しい踊りを踊ろうとしているところですね。しかもこれ前日ね、うーくん踊ってみたとか年々恥ずかしくなっちゃって、最初の頃はね、あれなんかちょっといい感じやん、君の話終わっちゃう感じやん、客観的に見ておりゃんやんとかやってくれてたんですけど、ちょっと待ってください、ちょっと一回服だけ着て、やーちゃんもちょっと映りたくなってきた。いや、わかりますよ、その年々ね、踊ってみたピピピみたいなやつが踊りたくなくなってくる、そういう気持ちもわかります。おかしいってその姿、いや、おかしいって。わかるよ。けど、見たい人がいる。それが事実なんです。はい。話すな。だから。っていうのやめて。生放送で言ってたよね、あーちゃん。うん。やりたいんですよ、お願いします。うん、うん、って。で、生放送だからなんか、うんって言っちゃったんだよね、俺。なんかさ、もう一回なんかプレゼンしてくんない？わかりました。はい。見たがってる人がたくさんいる。それだけです。その気持ちであなたはエンターテイナーとして突き動かされてきたんじゃないんですか？そうですよね。そうじゃないんですか？それはそうかもしれません。これを見たら喜んでくれるかな？これを見たら笑ってくれるかな、っていうか見たい、なんか見たいな。でも合わないものは合わないと思うんです。僕に似合っているでしょうか、シルブプレジデントは。似合ってないに決まってるでしょ。でもあーちゃんが隣に来たら、それだったらあーちゃんも一人では踊れません。うーくんも一人では踊れない。僕怖いんです。何がですか？僕怖いんです。キャピルのが分かってます。あなたがキャピル気持ちをプレジデントの正気に当てられて、そんな風になるのが嫌だと言ってるんじゃないんです。そんな不衆な人たちがダメだと言ってるんじゃないんです。僕がそうなるのが怖いんです。シルブプレジデントですよ。ダダダ大統領になったらねですよ、ハッピーウェディングマイソング。でもあれは結構楽しくできた気がする。自分たちがなんか歌ってきたし、ちょうど歌詞も合ってた気がするし、うん、恋ダンスとか、あ、恋ダンスはでも俺がいいよってやろうって言ったか。そうじゃん、恋ダンス、うーくん。え、ちょっと待って、ちょっと、うーくん覚えてます？私岡崎で恋ダンス、うーくんがいい、いい、こうだよ、トゥン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 、うーくんがイガグリ坊主だったわね、でん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 、やってたよね。私にドヤ顔で教えてきま
ね、あの時。坊主だからだよ。ちょっと待って、どういうこと？坊主だからだって。どっちが坊主だから？え、俺が。そういうじゃん、ギャップがあれば やれるってこと？でも恋ダンスはさ、うん、なんかすぐやろうって言ったじゃん。そう、流行りじゃなかった。あらら、確かに流行りじゃないっていうのがポイントだった。一般目だったね、一本目だったね、ほぼ一発目やったね、あれね。それさすがうーくん。そして覚えてくれた、教えてくれた。妊娠中の私は気力がなかったから。うん、そうか、やった方がいいよって言ってたね、今ね。どう思う？うん、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 たたたいとうりょうって言ってましたね、今ね。言ってない。危険だ、やめろ。ダダダ大統領好きなんだよね、福丸ね。めっちゃ音楽流すと踊る。うん、超深い。すごい立てるね。うーくん、分かった。みんながやってるから流行りに乗ってやるっていう流れがあまり好きではないってことですね。ハピ前もうちらが最初だったじゃん。あ、それだね。うん、それはすごく大いにあると思う、うん、俺は。確かに今回のは確かにめちゃくちゃ便乗だし、オリジナル性に欠けてしまうのは分かりますけれども、うーくんのオリジナルこれです。めっちゃ嫌がってる。これがあなたのオリジナル性です。なので怖がることは何もない。私はあなたを無理やり朝引き連れて起こして朝9時にスタジオに行き、明日絶対に収録します。これをちゃんとみんなに見てもらう。それでいいでしょ？それなら俺は反抗するで。でってってるでるで。だからどうして？でってってるでるで。グムがあるん。グム。わかりました。抵抗します。うん。あなた。でってるでってで。拳で。拳で。21歳。いいよ、俺は。あれ、ひろゆき？ちょっとひろゆきに。本格ひろゆきに似てる。まあ抵抗してもらって構いません。すべてしっかり収めて、それ収めないとよく動かないからさ、こうやって取られないと動かないから。もう私明日7時半、朝7時半に起きるからさ、それで頑張って動いていくよ。よろしく。わかりました。では明日のために早く出ましょう。おやすみなさーい。うーくん急いでください。もう時間もう9時からなんですけど、8時59分です。やばいじゃん。やばいよ、もう間に合ってない。行きましょう。それでずっと起きてって言ったら、なんでこのボサボサ頭なの？え？ねえ、このボサボサ頭で撮るの？うーくん、あの髪の毛やる人いるんですよね？いないです、自分たちでやるんで。もうこの格好で出ます。これでこの格好ジェラートピケ。もう行くよ。うーくん、ん、今さ制作の人からさ、うん、あのすいません、しばゆ寝坊しました、あの遅れますって言ったんだけどさ。なんで俺のせいにするの？うーくんじゃん。まあ二人のせいにするよ、うん、了解です。振り入ってますかって来たけど入ってないよね。入ってないですよ。終わった、マジで。ちょっと今からでもいいからさ、振り付けちょっと見て。あーちゃんは？あーちゃんは大体入ってる。入った。はい。
2秒しか見てないじゃん。3秒覚えた。ピントいいですか？いけます。はーい、お願いします。はい。先生、私が大統領になったら、人の男にちょっかいかける女は、品川マジがマジます。先生、私が大統領になったら、人の男にちょっかいかける女は、島流しにします。先生、私が大統領になったら、いや、だから友達だよってごまかすやつは、へそから電気を流しまーす。だだだ大胆不敵センセーショナルクローズアップ ドドドドンクライやるぜ徹底的にリサーチだ大嫌いしょうがないクズは病気でバイバイバイ権力財産地名性何にも変えられてたごめんなさいだだだ大統領になったらねまずは君を捕まえるね濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね先生私が大統領になったらただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてやりだよ惜しいもうちょっと早くもうちょっと早口結構早いはい紹介お願いしますお願いします先生私が大統領になったらただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてやりますオッケーオッケー先生私が大統領になったらただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてやります先生以下略いや向こうが強引でさーっていう男の口にはレジンを流し込んで固めてやるわ